I appreciate 高梨いつきです。フェリーゴッドマザーアイスメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。1月25日水曜日のダイジェストです。25日の午前中は朝寝とルーティン、午後は占いのモニターさんとのやり取りと動画編集、夜はルーティンと占いと占いの勉強をしました。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ユートレさんとマリネスさんで、黄色がアイビスペイントをすごく久しぶりに取り出してやりました。またここから自分が作ったものをデジタルデータに変えていく作業が始まっていきますと、動画編集とブログもやりました。黄緑色の拡散が保護者様と LINE、 卒業生と LINE、 Twitter、Facebook、YouTube、 ノートとホームページとアメーバとブロガーでシェアをして LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。緑色が観葉植物の世話とキッチンハーブの世話をしました。水色が計画と諏訪教室のお写真、青色が暗証、紫色がタロットカード、西洋占星術、写真、石ゆかりさんのデイリー占い、アシェットの占いの世界をたくさん見ました。オンラインサロン、会員さん専用のオンラインサロンですね、そちらの方の動画をたくさん見ました。あと浅見ほほこさんの動画もたくさん見ました。あと占いのモニターさんとのやり取りをしたりとか、データをお送りしたりとか、それに合わせて石井ゆかりさんの星読みのサイトに、改めて入らせていただきました。ピンク色がメイク、フェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整え、誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色がお料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。黄土色が倹約、自己投資、両学長さんの動画とライブ、茶色が漫画と玄米ご飯、黒色が好奇心を満たす実験をする、灰色が手続きや調べ物、日めくり、白色が祝詞、東京、六方杯、ポジティブワードの音読、お祈り、金剛院さんで読経しました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、アシェットの占いの世界で西洋占星術の勉強をしたり、モニターさんを占ったりして紫色の直感の才能を育てました。占いのメソッドをデジタルデータにして黄色のクリエイターの才能を育てました。自己投資のサブスクを申し込んで黄土色の経済の才能を育てました。今日の自分観察ということで、いただいたデータをもとにあれやこれやと、これは何座とか、このルーラーが何の天体とか、そういったことを今まで覚えたことをもとに占っていきます。で、必要な知識を得るために本やネットを調べています。で、私は今収入をストップして家計のスリム化を主様と一緒に図っているのですが、それでも現在サブスクで支払っているものには携帯代、1300円、 Wi-Fi 代が6000円弱、 au 光ですね、であと Apple のクラウド代が、1300円、
YouTube のプレミアムが、1180円、 Amazon プライムが月に直すと408円、占いの世界4000円弱と、思い切り双子座っぽい情報寄りのお金の使い方になっています。これらは私にとっては仕事に直結するからなのですが、今夜もう一つ増やしました。それは石井ゆかりさんの星読みのサイトです。他人様のデータをいただいて、ちゃんと、そのデータを理解したいと思った時に、石ゆかりさんの言葉の深さとか、人類愛とか、人への理解の、なんていうのかな、温かさみたいなものは外せないというふうに思ったので、どうしても、その言葉を、理解を、その方針に対する理解の言葉を読んでみたくって、参考にさせていただきたくって、もう一回、門を叩いたという形になります。すごく使えるサイトで、いろんなことができるサイトなのに、400円弱ととても安くしていただいているのもすごくありがたいことだなと思います。で、トータルすると15,000円超えになって、支出としては大きいですね。で、支払っているのに見合うスキルと収入を得られるようにならなくちゃいけないと思います。で、占いをきちんと頭に入れてさえしまえば、原価率ゼロのお仕事になります。どこででもできるし、こうずっとかかっていくようなものがないっていう、非常にいいスキルだなと思っているので、15色の才能と合わせてオリジナルの占いができることも、自分にとっては有利に働くことだと思っています。とても夢中になれる大好きなジャンルだから、楽しんで勉強に取り組んでいこうというふうに思います。そうですね、何年前なんだろう、でまだ10代の頃ですが、新宿の伊勢丹の前に新宿の母っていう方がいらっしゃって、その方に見ていただいたのが最初なのかな。原価率ゼロとは言うものの、それから何十年だろうちょっと待って40年くらいか、いろんな占い師さんに見ていただいて、占いにかけたお金ってすっごい金額だなっていうふうに思って、で、自分自身が占い師さん特別な才能だというふうに思って、天才だと思っていたので、自分自身がそこの勉強ができるだなんていうふうには思っていなくて、あくまでも趣味っていうふうに思っていたのですが、この度自分の、メソッドと占いを融合させると、より皆さんにお届けしやすくなるんだなっていうことが分かって、それに取り組み始めたっていうことには、今までこうそれ夢中になってきたっていうことに意味があるんだなっていうふうに思いました。そうですね、実質で占いの世界の勉強は2階に上がってからもまたして、で、去年の2月から始まった勉強なんですけれども、1年遅れで追いかけることになりました。今時間をたっぷり取れることはとてもありがたいことだと思っています。で、暖房の設定温度は14度にして、今日は最高気温がマイナス4度だったの で23時までステップを踏みながら、動きながらですね、歩きながら動画を視聴して、おかげで1000歩プラスさせることができました。で、会員専用サロン のアーカイブを見させていただいています。で、それが終わった後で、寒いので布団に潜り込んでデータの整理をして、アイビスペイントでデジタルデータにしようと思いまして、昼間アップルペンシルを充電させておいたはずなのに感知しなくて、で指で書いたら面白いものができて、またここから一つずつ世の中に出せるものを作っていくんだなって、また一周してきたなっていう今っていう感じです。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない、自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために、今日一日に集中して楽しく生きます。
今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。